落としてもいい気持ちや。どんな一本を作る人間か、チームを負けさせる一本なんか、チームを優勝させる一本なんか。長崎県高層体を前に、バレーボールの強豪校九州文化学園の練習は熱を帯びていました。その理由は大会へのリベンジです。上げているぞ、ラリーが続く、緊張走る、上げている、上げている、返せるか、歴史が動きました。ついに悲願達成、清和女子学院20年ぶり3回目の優勝です。去年県高層体で19年間守り続けてきた県大会女王の座を譲り渡してしまった九州文化。39年の歴史の中で過去15回日本一をつかみ取ってきた先輩たちの伝統に泥を塗ってしまったと選手たちは考えていました。大事な時に自分に上がってきたんですけど、決めれなくて勝ったから、最後の1点も自分のミスだったので、自分たちがさせてしまったって。こうして迎えた県高層体、原点に戻った強い女王の姿がありました。アンダーで上げて西村、よく食らいついた、川添はスワメン、ワンタッチ、24点目、マッチポイント九州文化。最後まで集中力を切らさなかった九分は2年ぶり31回目の優勝。定位置ともいえる女王の座に返り咲き、新たな歴史を刻み始めました。去年悔しい思いはしたんですけど、去年は去年、今年は今年なので、自分たちの意思を持ってしっかり戦っていこうってみんなで話してやったので、よかったと思います。さあ大村工業、最後はどこで締めるか、松下が呼んでいるが、大塚、最後の選択、奥村の選択は今日決定力の高い大塚大二郎です。